さあ仕切り直しで南翔です。まだ関西弁モードでやってます。まあ、Wi-Fi も切ったんでこれでいけるやろ。どうもただいまです。ただいまです。さあ忘れ物ないかな。止まってたんかな。そうだな。すみません。さあ出かけましょう。さもないかな。ないか。食べきれろ。あ、ちょっと寒いかもしれんな。まあいいや。あ、フラットマンさん、僕は落ちる。わかりました。まあまあ夜に、はい。またごゆっくり。仕事ですね。仕事だったら頑張ってください。民謡酒場、墓場じゃないよ、酒場羽織るものね、やっぱりいるかな。ちょっと寒いかな、やっぱりこれじゃあ。あ、ていうかカバンどうなってる、入れたかな、これ。いや、何も入ってないな。やっぱいるかな。持っていくに越したことないよな。確かにちょっと怪しいな。ちょっと持っていくね。何がいいかな。あ、ちょっとすいません。バイクで出かけたけど、めっちゃ寒くてセーターあればいいと夏そうなんだ。あの時のこと忘れてた。時が経つな。しかもよかった、これ戻ってきて。このマップね、さっきのあのマップ持っていかないかな。あ、ちょっと待って、マップで、そうや、ちょっとパイカジも行くけど、その前にこの文房具屋さん行こう。よかった、これ思い出した。人生には無駄なことは何もないな。よっしゃ、いけてる。始まってた。あ、のりさんどうも、おかえりなさい。パイカジいっぱい。どっち向きなんですかね、パイカジに舵を切ると。パイカジなのあ、なったね、今ね。そう、ボンボヤージってよ。ボンボヤージ言うたら回ってるやん。旅立ちやん、それ。ということで、さあ行こう。腹も減ってきたし、買い物もあるし。これ以上はしない。あ、いいね。今日はジンさんがその役目か。いいね。ね、そっち行ったらね、もうね、向こうこんな時間はね、やばいからね、ほんまにね。この時間はもう誰が出入りしてるか分かれへんからね。さっきも気付いたら十何人って、ちょっと怖いからね、ほんまに。一人乗りつこい。あ、エレベーター
たり下にね、そっちの話、いやそっちの話、さあ材料、あ傘持ってきたんかな俺、それが一番やばい、それ忘れてた、かんな、もう俺ほんま何回出入りすんの、あるあるかも、あった、あったあったあった、出さないとやっぱやばいんやかな、とりあえずバス停まで行けようか、売ってる、いやわずかやな、だいぶわずか、いける、これやっぱいける、ちょっと携帯が気がかりやけど多分いけるやろ、守護神いるから気にしなくてもいい、守護神誰におるんやろ、俺な、うわー外出てきた、なんか爽快やな、ちょうど風呂の頭も乾いてきて、風呂のこの爽やかな感じのこうスポット来て、ちょうどええ感じ、今なんかこう湯上がりにちょっと寒すぎるわいう感じもなく、お、何やこれ、こんなん気ぃついてなかった、これなんなん、これなんなん、何これ琉球ライダー、何やこれ、なんかシーサーに顔が似てる、シーサーライダー、おー、なんかやっぱりポップやな、雰囲気がポップや、ちょっとやっぱ大阪とは違ういいポップさがある、ここにはええ感じやわ、ほんまに、あ、なんとか Z のなんとか Z の薬屋さんやん、私か、もうすぐ用事で落ちる、あ、わかりましたわかりました、のりさんありがとうございます、あの、まあ、あの落ちる時もあの全然普通にほんまに自由にしてくださいね、あ守護神はそうか、のりちゃんに、そういうことか、なんそう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 、ジンさんがその代わりをやってるんですね、めっちゃヤンキーやな、雨の中行くのもまたちょっと雰囲気違うな、これどこ入っていくかな、一銀通りか、 OK、 一銀通り、一銀通りはどこ入ったらいいんやろ、開放銀行のところ曲がる、オッケー、開放銀行、開放銀行で一銀通り、返事してる怪しい人だそれね、それね、沖縄はやっぱ乗り違う、ほんま乗り違いますよ、やっぱりなんかこう開放的な感じするわ、ほんまに、お漁港 Z は日本で呼び買って、あ、呼びね、買って帰ろう、これはこれは俺のバンコクライフが絶対必要なもん、そうやな、あ、とりあえずこれもだからスクショやな、スクショスクショスクショしといて、ほんまスクショを見直してる暇がないんやな、だいたいいつも
皆さんのね、あのおかげでかなり濃密な時間を過ごしてるんでね。さあ、自分通りどこや、まだかな、もうちょい先や。この雨降って結構今の人もね、ダウン着てたしね。雨降って寒い沖縄いうのもまたなんかちょっと雰囲気違うね。開放的やねんけども、なんかこうちょっと引き締まったな。あ、また見て思い出した、俺いつステーキ食うねん。石垣牛88、俺いつ食うねんこれ。でもパイカジはもう決まってるからな。今日は食えるとして明日の昼か。あ、夜も食えるやん俺。明日の夜いけるもんな。ステーキなし。かなり怪しいね。確かにステーキなしになる可能性は高いね。一人通り食べな。ちゃう。屋台村皆さん行きたいですか。屋台村もあれなんかな、木村さんがいた時に屋台村あんまりこうしっかり振ってる。あ、そうか、屋台村やから食う店が違うっていうこともあるのか。他の店みたいのもあるのかな。あ、のりさんどうも。はい、またです。ありがとうございます。行きたい屋台村。屋台村の姿を見たい感じなのかな。それとも屋台村で具体的に俺が何か頼んだらっていう感じなのかな。あ、皆さんまたねということで、はい、僕もはい、またです。ありがとうございます。お気をつけて。飯テロはしごね。あー、なんかじゃあそうしましょうか。どっちみちそっちの方へ向かってるし、あれ、さっきの地図どこ行ってん。ここが解放銀行。あ、これ解放銀行や。あ、すいません、ありがとうございます。危ない、地図ないわ思って戻ったら、落としたよ言うて拾ってくれた、よかった。はしごいい？ちょっと雨きつなってきたな。ちょっとダッシュしよう。チリアバイクしよう。傘さしたらいいんやけどね。もうちょっとっぽいからな。どっち側やったっけな、こっち側やったっけな、反対側やったっけな。大阪でなくてもやっぱ走ってるね。結局はどこでもダッシュや。あ、え、これちゃうの。うわ、これ閉まってない。ウィラブブング閉まってない。なんか閉まってる感高いで。なんで。あ、日曜日閉まってんねや、そういうことか。まあ、文房具店やからな、しゃあないな。しゃあないな、これで。ジュンク堂行こうか。ジュンク堂ラムダッシュ。え、ラムって何。あ、そうか、俺がラムやから。ラムちゃん、ジュンク堂みんな知ってるやろ。こっから適当に入っていってもいけるやろ。これ地図では
一回国際通りへ戻らないかみたいな形になってんねんけど、ちょっと指刺されへんが、あ、これちょっと説明できへんが、うん、まあでもせっかく屋敷屋来たから屋敷屋の写真は撮ろう。撮って何になるんか分からへんけど、ちょっと落ちたらすんません。またうわ、カメラ入ってない、やばいかもしれん、落ちるかもしれん、すんませんよ、すんませんよ、落ちたら。違う、動画ちゃうんす。お、残ってた、よかった、よかった。ダルビッシュみたいな、いや残念やったな。昔新大久保に屋台村があって、タイ、ベトナム、おお、インド、インドネシア、中国料理屋が、おお、それいいっすね。いや、それ行きたい、あ、行きたかったか。あ、で、そうか、行きたかったな、なんていうか、そうか。本当はラムじゃなくてマトンだけど、ラムダッシュっていうヒゲ剃り。あ、ラムダッシュかっこいい、なんか。うわー、どうなんやろ、これ。やっぱり傘。うん、やっぱりみんなもう傘、差してない人も出してるよな。まあ、差した方がええな、これは。まあ、傘差すのあんま好きじゃないんですけどね。まあ、でもな。そう、音的にもね、ラムダッシュの方がいいよね。確かに。ポール・マッカートニーのアルバムに、というか、あれ、ポール・マッカートニーじゃんから、ポール・マッカートニー&ウィングスのアルバムに、ラムっていうアルバムあの、してます。名盤ですよ。聴いてください。僕のポートレートが映ってますから。このアルバムの中にね。あ、木村さんも傘差すの嫌いなんや。なんか親しみ湧くな。なんか刺したら触れんようになってきたぞ。どういうことやね。軍隊か。え、どこや。軍隊。傘差すの嫌いやからか。こっち行ったはええけど、この道どうなってね、終わってんのか、そこで。なんか怪しい雰囲気が。あ、違うんかな、あれ続いてんのかな。これはこれでちょっとワクワクするね。車止めになってて、でバイクとか人しか入っていかれんようになってて、その向こうにまたなんか道続いてるんですよ。ちょっとしたことやけど、こういうとこちょっと面白いよな。これが一体どこ続いていくんか見届けたい。あ、これええな、かっこええな、これボックス。お、あ、公園か、これ公園や。公園利用者へのお願いってなってる。機動力全然落ちるもんね。いや、この公園もほらほら、いやー、なんか半分ぐらいタイ戻ってきた感じの出てきましたから、やっぱりうーん、いいな、これはこれで。まただから帽子を、あ、そういうことか。あー、なるほどなるほど。例えばタイピープルはあれなんですよね、雨降ってくると
何もなかったとか、あのスーパーのビニール袋とかみんな頭かぶるんですよね。やっぱりそんな風にしといた方が励んかったりするのかな。俺も励ましぐらい。あ、この車に俺はついていったらどこ道抜けられるか分かるんじゃん。結構止まってるやん。え、ジンさん軍人やったんや。もうジンさんいろいろやな。群れるとハゲる。ああね、そうだからビニール袋かぶるより、まあその短時間やけどね、ビニール袋かぶるより座れなんじゃあかん思って、あのビニール袋ねで濡れんようにするより、濡れるようにしといた方がよっぽど剥げるんじゃあかん思って。なぜにいや詳しいから、詳しいからね。お、なんか川に出てきた。なんか俺は近いと踏んだ。この辺なんちゃうか、純駆動は。予感がプンプンするぞ。あ、でもあれあれや、モノレールや。で、あれがモノレールの駅や。ってことは、角度的にはちょっと深く攻め込みすぎたな。ごめんでしょうねって。これ純駆動って書いてあった。お、なかなか読みやったんや。ほんだらオッケーオッケー。でもこの川どうすんねん。泳いで渡れと。リスナーさん向きやな。位置が絶対ツッコミのためにあれやろ、そこへ立ってるんやろ。純駆動なかなかやるな。こんなん詳しいうちに入らないや。そうかな。お肉切るので米、いや、そのまましっかり切ってください。そんな、あの指切らんように手気付けてくださいねって、そんな俺に言われたないやんな。俺がいつも切ってんねん。人肉って、人肉って、もう人肉ってなんや。もう俺もあれか、日本語検定初級か。あるやないですか、橋。全く OK。 これパイカジ、これパイカジですね。なんか不愛想なパイカジやな。外装がこれ、人は入れませんいうパターンやったりすんのかな。うわー、これ入れなさそうやな。こっちからはどうなんやろう。ちょっと見てみよう。これやっぱり従業員入り口はここ。ここから入るわけにはいかなかった。でもまあ、くるっと回りゃいけるっぽい。外国でここを教えてんのに。あ、それはね、まあ、あの、余興みたいなもんですからね。もっと羊なんでね。っていうか、羊に教えられてる生徒は、かわいそうやな、ちょっと。先生、質問です。ねえ。ついたついた。あ、ディーナハ、あ、これダイナハや。昔のダイエナハがね、ダイナハいう名前やったんです昔。純駆動ダイソーと、ね、567回ないんや。寂しいな。先生怒りますよね。いい加減にせよ。何もない。あ、来た、ウングリが来たよ。ちょっと静かめ米になりますよ、また。あ、静かめ米ちゃう。米静かになるって寂しいやん。
あのボソ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 喋りになりますよ。お茶のゆっくり新聞体にいい、これ後でもらおう。そうやけども、この辺、あ、これポスカか。まあ普通のペンもちょっとこうてこう。蛍光ボードマーカー、ホワイトボード来た。これがいるよ。赤もいるわな、当然な。あとはどうかな、ブラックボードやから見やすい色がいいよな。黄色と、あ、でも結構な値段をするな。250円するのか。まあええか、それは背に腹は変えられんな。とりあえず4種類にしよう。あとはこのペンを持っていかないかな。あ、語学ね、そうそう、語学やるからね。そうなんですよ。これ3本いこうか。 0.7 ぐらいの方がいいかな。あ、これ違う、こっち。お、刺さる。そうな、0.7 ぐらいの方がいいな。しっかり書けるな。よし。OK。語学も、何やったら、今日からやります？こんだけでいいかな。よし、とりあえずこんだけにしよう。赤字や。もう結構溜まってきてるから、とりあえずこれ続きそのまま行こうかな。レジどこや。順区やから結構広いから分かりにくいな。あ、そういえば音楽系雑誌はどこやな。芸能、この辺か。音が来た。シティポップ、これ買った。あ、バックナンバーある。ミュージックマガジン。あ、ミュージックマガジンは結構買ってるからいいか。あ、中村とヨアンソロジーや。ちょっとじゃあ一回落としますよ。ちょっと買い物までしばらく落とすかもです。またちょっとじゃあまた後ほどです。どうも皆さん、ジンさんありがとうございます。6名の皆さんありがとうございます。どなたが落ちたか、多分スーさんもありがとうございます。ということで一旦切れます。